はい、え、こんばんは、大吉です。今日はね、ツイッターの DM に、えー、視聴者さんからね、えー、土地狂った頭のおかしい質問が来たんで、答えたいと思います。はい、こういう質問です。はい、大輝さん、はじめまして。はい。僕は都内の大学に通っている、インキャ大学生です。はい。大輝さんは JK、女子高生はお好きですか僕は大好きです。街行く JK はどうしてもエロい目で見てしまいます。AV ももちろん、JK ものを見ています。はい、僕は異常なのでしょうか 何かアドバイスをくださいといとう質問でしたなんでこんな質問僕にしたって最初思ったし僕いつから性に関する質問に答える系 YouTuber になったのかなってまあ疑問に思ったんだけどまあねこいつも僕にしてくるってことはまあ僕に答えてほしいんだろうなと思ったんで今日は答えます。はい、という感じでまあ最初のね「お脇さん JK はお好きですか?」に関しては、まあ、結論から言うと「あの好きではないですね」うん。興味関心はほとんどないですね。 うん、まあこういう人結構いるんですよ、僕の身近にも。その,あの街とか歩いてて、その,あの制服着た女子高生ね、見てね、なんか発情、興奮するね、まあー働くっていう友人がいるんだけど、僕はその有ドくんだったり、この人の気持ちとか、その興奮する気持ちには共感できないですね。うん。JK に興味がないからなとうと、ん。で、まあその高校生の時ね、は割とそのね、高校生だから、まあ、 周りは女子高生だし、制服着てるわけじゃん。でもなんか、女子高生に興奮はしなかったんですよね。どっちかというと、その、同い年とかよりも先輩とか、あとはその、女性教師とか、うん、とか、あの、ナース服着た看護婦とか、あと、OL さんとか、僕はそっち系の方が興奮しますね。だか年上好きなんで、年下とかと、同い年みたいなのは、ちょっと、あまり、 あの、興奮はするタイプじゃなかったっすね。で、ま、その高校生の時はそうだったのかなと思いきや、今でも、僕23年でも高校はもちろん卒業してるんだけど、今でもその性癖は変わらないし、今でも年上が大好きだし、年上に甘えたいし、そういう気持ちがまだ全然変わらないんで、うん、だから JK にはちょっとピクリともしないっすね。だから、共感はできません。うん。で、まず、え、次のね。 街行く JK はどうしてもエロい目で見てしまいますとか、ま、AV もちろん JK ものを見ていますっていうことに関しては、ま、その、ま、性癖なんでね。うん。ま、僕は共感はできないけど、ま、そういう性癖持ってる人が、ま、いても、ま、仕方はないとは思いますね。だって AV もので女子高生ものって結構多いじゃん。で、それを、あの、JK ものが多いってことは、ま、それを見たいっていう人が多いから、 まあそういう作品が多いわけじゃん。まあニーズに合ってるなとは思いますけど、僕女子高生ものの AV はほぼ見たことないっすね。うん。どっちかというと、あの、年上が好きなんで、その看護婦が夜襲ってくるとか、あと OL さんとその会社内でもういやらしい絡みをするとか、 あとは家庭教師で僕が生徒でお姉さんの家庭教師がその部屋に入ってきてで親がいる中であのいやらしいことをするみたいなそういう系のビデオの方が僕は好きでよく見ますねなんで JK ものは全く興奮しないしあまり見ないですねうんでまあ異常なのでしょうかに関しては異常ではないとは思います JK までならまだあの異常ではないと思いますもう本当行き過ぎてね その年下が好きすぎて、その小学生が好きみたいなのはもう本当に犯罪に直結するんで僕は危ない、異常だとは言いますけど、まあ女子高生ね、実際に手を出さなければね、そういうビデオがたくさんあるから、まあ僕は異常だとは思いませんね。共感はできませんけど。うん。という感じで、これで合ってんのかな質問。 ちゃんと答えれてるかな僕、専門家でも何でもないし、なんで僕にこの質問してきたとは思うんだけど、まあね、一応答えましたけど、うん。で、アドバイスくださいに関しても、まあね、その、楽しむ程度だったら、それビデオとかで、とどめておく程度だったら、もう僕は、全然問題はないとは思います。手出したらね、まあちょっと危ないんでね、うん。っていう感じで。 終わりですこれでいいんかなはい。という感じで、まあね、最後にね、あの、質問してきたんで、僕から皆さんにね、質問したいんだけど、さっき言ったように僕は、あの、年上が大好きなんですよ。うん。で、年上大好きでね、年上の方とかにね、めちゃめちゃね、アプローチみたいなことはするんだけど、全然好かないんですよね。高校の時もね、先輩とかの方が好きでね、先輩とかにね、絡む、もうね、本当にね、いかにね、先輩とね、あの、付き合いたいっていうのがね、すごいあったから、すごい頑張ったのに、僕、年上から好かれないんですよね、全然。 うん、どうしたら好かれるんですかってまあどうしたら好かれるのでしょうかってね、皆さんにね、まあ質問したいぐらいですね。だから、あの、もしね、アドバイスあったらね、下のコメント欄に書いてください。うん。どっちかというと僕、その女子高生とかね、その、何て言うんだろう、年下の人から割と好かれることの方が多いんですよね。これ自分で言うのちょっとあんまり言いたくないんだけど、年下の方が僕割と好かれやすいんですよね。うん。ああ、持ないけどね。そう、好かれる時は、そのと年下の方が多いっていう話で、 で、僕、年下、その、あの、大人っぽい人だったらいいんですよね。大人っぽい年下だったらいいんだけど、なんかその、子供っぽい人みたいな人あんまり僕はちょっと、あの、あの、ね、対象じゃないというか、ちょっとあまりタイプじゃないんで、うん、だからまあ、これを見てるね、多分、僕の視聴者層って女子高生が多いから、うん、ちょっと残念ですけど、ちょっと僕あんまり年下とか、JK とかあんまり興味ないんで、その TikTok とかでさ、女子高生が踊ってる動画にもね、僕あんまりそんな、 興味がないしあの興奮とかしないんでちょっと本当女子高生の方々には申し訳ないですけど僕はねあの年下ちょっとあまり興味はないですごめんなさいはいなんでね、まあ、僕と付き合いたいという女子高生の方ね多分多いと思うんだけどまあ僕はあのちょっとあんまりごめんなさい本当にあの妄想女子高生もしあの僕,の僕と付き合いたいというね女子,女子高生の方はねもう妄想までにしてください僕と付き合おうとはね思わないでください、はい、という感じで ええー、まあ、こういう感じ質問に答えましたけど、まあ、こういうね、しゃべくり系動画を僕は出しております。はい。という感じで、まあ、あの、実は僕はメインは音楽活動、ミュージシャンで作詞作曲してね、あの、曲をアップするってことをメインでね、僕はやってまして、まあね、あの、こういうしゃべくり系動画、割と定期的にやっていきたいと思います。だけど、まあ、その僕にね、あの、興味が湧いた方とか、この動画面白いなとか思ったりとか、まあ、この人かっこいいなと思った女子高生の方はね、ぜひとも、あの、付き合うことはできませんけど、 うん。ちょっと恋愛対象にはちょっと見てもらいたくはないんだけど、まあね、あの、この人の動画見たいなと思った女子高生の方々は、ぜひ、チャンネル登録、お願いします。はい。で、あの、ツイッターとかインスタグラムもやってるんで、そちらの方も、あの、興味が湧いたら、えー、フォローしてください。はい。いろんな情報、最新の情報をね、あの、提供したいと思いやすんでね。はい。とか、あと、まあ、曲もね、作ってますんで、まあ、YouTube にたくさんアップしてるんで、もしよろしければ、え聴、ー、いてください。はい。という感じで、えー、全国の女子高生の皆様、 えー、申し訳ございませんでした。